上原平太郎上原平太郎から1950年10月8日は日本の陸軍軍人政治家。最終階級は陸軍中将、衆議院議員。香川県で上原秀次郎の長男として生まれる。1896年5月27日、陸軍主管学校を卒業し、1897年1月25日、陸軍副表彰委に任官。 義和団の乱、日露戦争に出生。陸軍大学校で学び、1903年11月28日に卒業した。以後、参謀本部部員、陸軍大学校教官、第4師団参謀、不評第62連隊長、第11師団参謀長、陸軍航空部,部、航空部員などを歴任。1921年7月20日、陸軍少将に進み、 この F 表第一旅団長に就任。航空部府を経て、1923年8月6日、陸軍航空学校長に転任し、1924年5月17日、航空学校を改編した、所沢陸軍飛行学校長に就任。1926年3月2日、陸軍中将に進み、1927年7月26日、第二十団長に、 親保された。1930年8月1日に退面、同月29日予備役編入となる。1932年2月、第18回衆議院議員総選挙で、香川県第1区から立憲政友会所属で出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。その他、帝国自動車重役、公衆派精密機械重役を務めた。ありがとうございます。